リリー&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師。テルミナ、テルミナ、テルミナ、テルミナ。ダメー、ハルトさんダメです。それちょっと怖すぎます。ブルブル、今日夢に出てきそう。テルミナがどうかしたんですか？ああ、彼女に会えたことに興奮してしまってね。僕は昔から彼女の力を求めていたから。全てを壊す破壊の神。素晴らしいじゃないか。あの力に理由はあるのか調べてみたかったんだが。くださいね、テルミナ、普通に女の子なんですから。それにとんでもなく強いし、変なことしたらひどい目に遭いますよ。ああ、分かってる。だからこうしていろいろと想像してたわけさ。ことを想像するなんて、アルトさんのむっつりスケベ。帰ろう、スーちゃん。ここにいたら私たちまで変な想像されちゃいそう。そんなことするわけないだろう。話を聞け、リリー。アルトさんなんてもう知らない。あははは、リリーの前では誤解を招く発言はしない方がいいですよ。僕はただ錬金術のために。
しっかり読まないとダメだよ。新しいレシピに挑戦、挑戦。どこ行く、どこ行く。触媒がいいかな。さて、どれを使おうかな。触媒、材料は、感じでいけるかな。いざ調合。触媒で一味加えよう。どの触媒がいいかな。この調子ならよしよし、順調だね。よしよし、順調だね。この辺にこれを。わあ、本に書いてあった通り。まだまだこれから。この調子なら。この辺にこれを。よしよし、順調だね。ズバリここだ。この調子ならWe'll be right back.
Woo!
干そうかな。こんな感じかな。これで平気？これで平気？これで平気？わーい！出来上がり！こんにちは。お昼ご飯はもう食べた？もしまだならしっかり食べないとダメよ。また寄ってちょうだいね。こんにちは。お昼ご飯はもう食べた？もし、これで平気？名産品お持ちしました。私たち厳選の品ですからね。結構自信ありますよ。まあ素敵、これならみんな喜んでくれると思うわ。
ありがとね。二人に頼んでよかった。それなら何よりです。宮根さん、それ誰に送るのか教えてもらってもいいですか？ええ、いいわよ。二つは故郷の両親に送るつもり。もう一つは、ここで、もう一つは、私の大切な人に。詰まるところフィリスさんなんじゃ。いいえ、フィリスちゃんはもちろん大切だけど、今回の贈り物は違います。ん？じゃあ一体やっぱり遠く離れた場所にいる恋人。さてどうかしら。大人にはいろいろ秘密があるのよ。気になります。教えてくださいよ、リアーネさん。ダメ、いくら二人でもこればっかりは教えられないわ。ただ二人とも、たまにはお父さんに親孝行してあげてね。さーて、そろそろお仕事に戻ろうかしら。秘密です。さあ行こう。こんにちは。お昼ご飯はもう食べた？もしまだならしっかり食べないとダメよ。どれが欲しいのかしら。これでいいの？ありがとう。これありがとう。どれが欲しいのかしら。また寄ってちょうだいね。
したままの日常書きかけてやめたページあの日夢見た自分にまた少し届かないけど一つ一つ
絶絶かあなた、ウニ男なの？あ、イルちゃんウニ男くん、大きくなったでしょ。それだけ食べれば大きくもなる。あ、はあ、なるほど。え？イリスがあんなに大きくなったのはそういうことだったのね。なんだか目がうつろだよ。成長するにはたくさん食べる必要がある。そう、そうよ、分かってたはずなのに。間違えた、私は間違えた。私がもっと大食いだったら、私の背はもっと。
出かけお出かけ。ちょっとリリー、寝癖ついてる。ダメだよ、身だしなみは整えなくちゃ。してね。
その調子です。さてス、一時休戦といきましょう。そうだね、ここは力を合わせて。勇者いくよ、幼なじみの力見せて。やるなら徹底的にだよ。はじめに行くわよ。口当てろ。四極点よ。さばき。相手だ。逃がさないよ。バカな。お出かけ、お出かけ。プニプニ。こんにちは。お昼ご飯はもう食べた？もしまだならしっかり食べないとダメよ。どれが欲しいのかしら。
また寄ってちょうだいね。とにかくたくさん拾うことだね。錬金術師は欲張りでちょうどいい。週刊プラムも最高だったな。ファルトさんも漫画読んでる。イメージと違いすぎる。お粗末様でした。それじゃあ二人とも食べた後は分かってるわよね。はーい、後片付けしてきます。行こう、スーちゃん。ルーシャちゃん、ルーシャちゃん。しました、おばさま。
久しぶりにお話ししたいなって。ルーシャちゃん美人になったわよね。大人っぽくなったと思うわ。それにそのサラッサラの髪。私が教えたお手入れの仕方、ちゃんと守ってくれてるみたいね。ありがとね。今までずっと二人のことを見守っててくれたんでしょ。私にはお見通しよ。リディとスールがあんなにまっすぐに育ったのはルーシャちゃんのおかげでもあるんだから。ルーシャちゃん、これからもあの子たちのことよろしくね。大事に使ってちょうだいね。
いい。今までずっと思ってたんだけど、二人ともやっぱりすっごく可愛い。さすが私、先見の明があったわね。ここまで二人に似合う服を作るなんて。この服を着てるところお母さんに見せられたんだ。そうだね。どうお母さん、私たち錬金術師っぽく見える？ええ、見えるわよ。とっても優秀でとっても可愛い錬金術師に。これは路地に絵を描いてもらわなきゃダメね。この可愛さは後世に残さないと罰が当たるわ。ああ、ディアーネさんみたいなこと言ってる。いつでも会いに来る。ビリッ、何か破れる音がしたような。ああ、服が破けた。脇が丸見え。まあ大変。スール、悪いんだけど一旦脱いでくれる？え、さすがに恥ずかしい。いいじゃない、誰が見てるわけでもないんだから。ほら、さらけ出しなさい。おしまい。こっちのアトリエにもお裁縫箱があってよかったわ。さすがお母さん、あっという間に直しちゃった。ありがとう。お、なんか前より動きやすくなったような。ええ、小さくなってたみたいだからちょっと手直ししておいたわ。二人とも私が思ってたよりずっと大きくなったのね。お母さん、よかったよかった。さ、ほら、リディも脱いじゃいなさい。あなたも服きつくなってるでしょ。せっかくだから直してあげる。やったー、お願いするね、お母さん。じゃあなんか羽織るもの持ってくるよ。さっきすっぽんぽんでめちゃくちゃ寒かったし。私はお洋服脱いでくる。子供は親の想像を超えていくものなのね。
リリー。わあ、さあ、行くとしよう。面白いものがあればいいんだけど。
ラちゃん、二人はリリーちゃんとスーちゃん、錬金術師だよ。へえ、錬金術師、それなら戦いがいがありそうだな。え、戦いがい、一緒に遊ぶってもしかして。うん、どちらかが負けを認めるまで続く戦闘ごっこだよ。え、聞いてないよ。さあさ、楽しもうよね。やるなら徹底的にだよ。
時休戦といきましょう。そうだね、ここは力を合わせて。勇者行くよ、幼馴染の力見せてやる。いいかい、やるなら徹底的にだよ。風に行くわよ。朽ち果てろ。死極点よ。さばき。いいかい、やるなら徹底的にだよ。風に行くわよ。朽ち果てろ。死極点よ。さばき。ここは力を合わせて。勇者行くよ。
せるかな。いいかい、やるなら徹底的にだよ。派手に行くわよ。口当てろ。死極程度さばき。いいかい、やるなら徹底的にだよ。派手に行くわよ。口当てろ。死極程度さばき。
一時休戦といきましょう。そうだね、ここは力を合わせて。勇者行くよ、幼なじみの力見せてよ。やるなら徹底的にだよ。壁に行くわよ。口当てろ。死極程度カバキ。
じゃあ気安く話してたら気まぐれでプニにされちゃったり。私は私もびっくりしたよ。でも付き合ってみれば普通の女の子だからさ、あんまり特別に思わないでのんびり一緒に遊んであげてね。すーちゃん、すーちゃん、今月の家賃もう払ったっけ？さてさて、どこに行きますか？はい、終わりました。補充完了です。
圧倒されるくらいの美しさ。ロジェさん、すごい絵描きだぜ。限りない希望胸に抱き、笑顔で光の中に飛び込む。ハルトさん、またもと拾った。おう、これはなかなか珍しいね。取っておくことをお勧めするよ。胸に抱き、涙で濡らす頬さえ潤わず。さあ出発よ。この天才に任せておきなさい。大事に使ってちょうだいね。わあ、どこ行く？Thank you.
海賊は男の憧れさ。いくつになっても誰でもね。暑さ対策は万全。おや、はい、どうよだ。こうして一緒にいると昔のことを思い出すね。ええ、そうね。あなたにはいろいろ振り回されたわね。へえ、溶岩の滝か。うわっ、マグマのしぶきが。冒険だ、さあ楽しいな。いざ出発。
のためにもパパッと片付けるよ。やるなら徹底的にだよ。風に行くわよ。口当てろ。死極点よ。さばき。
僕のことじっと見てますけど。ずいぶんおとなしいね。まさかガリュー、フーコに恋しちゃったんじゃ。
ちょっとリリー、寝癖ついてる。ダメだよ、身だしなみは整えなくちゃ。さて、行き先は。俺とお前でマティアスなんてな。ああ、今のは滑ったね。マティア滑った
かお母様を助けられたってことは、テンプライヤーをどうにかできたっていうこと。私の時代にはそんなこと到底無理だった。私が立ち止まってる間にも時間は進んでたのね。得たトアの命、今まで後悔ばかりだったけど、絵の中からでもできることがあるかもしれない。いつかまた誰かの役に立てるように精一杯努力する。それが錬金術師ってものよね。このことを思い出せたのも、あの子たちのおかげ。二人とも、これからもどうか、まっすぐなままで。どこ行く？どこ行く？
どこ行くどこ行く。おっつー、やっべーやべー、鎧で目玉焼きが作れるぞ。右よし左よし俺様かっこいいよしなんてな。大きな滝だね。でもローマンの滝って滝って呼べるの？ルーシャにらめっこしよう。冗談なんですけど、ありゃりゃ、すっかり騙されちゃった。カリュウを押し付けたお返しに少しからかってみました。ただ最近この子のじゃれつきがすごくって、
次は何するんだっけ。やるなら徹底的にだよ。風に行くわよ。
口当てろ。死極点だ。さばき。
不思議な絵画の錬金術師。